皆様こんにちは、あいまるです。今日は久しぶりにお洋服を買ったので、そのご紹介をしたいと思います。まずは私がよく利用しているファッション通販サイトのシェルターさんでお買い物したやつをご紹介します。はい、まず1点目、じゃん。あ、これはあれだ、リエンダさんのトップスだ。これです。半袖なんですけどね、いかにも夏の色っていう感じなんですけど、ここにちょっとロゴっていうか、こうちょっと文字が入ってる感じです。これは実はニットタイプのものになっていて、カジュアルすぎない感じで、きれいめ風にも着れると思います。次、あ、これこれもリエンダさんのだ、ワンピースや。これあー、かわいいな。やっぱり長さどうだろう。あ、ギリギリだけどね。あ、後ろが長いんだ。まあ楽しみ。もう夏もね、終わっちゃってるんですけれども、まだ暑い日があったりするので、結構しっかり素材で、あの裏地がついているので、うん、秋も着ていけそうな感じですね。あ、かわいい。やっぱ素敵だった。では次、これは T シャツかな、ラザージョンさんの T シャツです。生地感とかもすごくいいですね。 T シャツはね、やっぱりコットン100で選んでいて、あ、でもやっぱ気持ちいいわ、うん、はい、では次はね、マーク・スタイラーさんのお洋服をご紹介します。はい、こちらです。ランウェイっていうファッション通販サイト、私よく利用させていただいてるんですけれども、そちらでお買い物をしたものが届いております。ダンボールの開け方、こう見えてる？ここね、ここを押します。これは極端な例なんですけど、ここに隙間ができるから、ここでこのようにね。じゃあ開けてみましょう。これがエムダさんのシャツワンピースですね。これ立ったままやるな、確かに。まあ、お、あ、そう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 、七分袖みたいな感じで、七分袖わかんないけど、ほらパフッとね、かわいい。それでこのさ、横がねレースアップになってんのよ、ほら。ちょっとまたおばさん、こんなかわいいの買っちゃって。一番下まで、ボタンがね、それで一番下まであるので、カーディガンっぽく着ることもできます。あ、これは楽しみですね。これはちょっとさ、ちょうど今の季節にね、これから秋になっていくときに、ちょうどいいかなと思って買いました。次、じゃん。あれ、私セーター、ちょっと待って、ニット買ったんだって。結局開けますね。激しく動揺してしまいました。おお、タートルのニットのワンピースでございます。で、ここがちょっと要するに別素材で、こうスカートがついてるみたいな感じなんですね。あ、これちょっと着ないとちょっと分かりづらいと思うんだけど。そうか、これ買ったのか。はい、次、こちらもこれからの季節に大活躍しそうな、昔の言葉で言うとジャンバースカート、正式名称なんて言うんだろう。ちょっと見てみる、ちょっと見てみる、レアワンピースだって。着たところで説明した方がね、もう分かりやすいですね。ちょっともうすんごい長いので、これね、やっぱり後ろがね、こうシャーリングっぽくなってる。だから、ここでね、ちょっとどういう体型の方でもちょっとカバーできるんじゃないかっていう感じですね。うん、これシンプルでね、すごく素敵だと思います。ちょっとでかいかな、私。ちょっとわかんない。着てみないと。楽しみです。そして最後、アクセサリーでございます。割と最近までアクセサリーはもうつけないんですとか言ってたくせにね。こんな感じですね。こんな感じ。
これね、多分昨シーズンのものじゃないかな。これとこれがね、石っぽい素材と、あとこの自然っていうか、まあ石も自然素材ですけどね、がね、ちょっと去年昨シーズン流行ったので、その時のやつだと思います。あとあの秋でね、ウォーム系の、ね、ちょっとあのシンプルなお洋服の時に目立つようにと思って買いました。では着てるところどうぞ。はい、着てみました。わーかわいいです。これやばい。ポッケもついてました。ここのギャザーがのデザインがすごくかわいいです。わかるかな。ただしちょっと私パッツンパッツンでした。これやばいです。ここ最初上がんなくて、なんでだろうと思ったんですけど、パッツンパッツンでしたやばいよこれね。ちょっとでも太ったらこう切れないわ。この茶色のこの色はね、春の色ですね。春色の色ですね。で、中にだからベージュの、あのトップスを合わせています。これをね、白にしちゃうとちょっとね浮いちゃうんですよ、白が。これ、ね、微妙な違いなんですけど、ここで見てもらうと白が妙に浮いちゃってると思うんですけれども、ちゃんとベージュで合わせてあげるとすごく柔らかい感じになるので、ぜひねベージュ系のものも持っておくっていうのを意識されて、どっちの方が合うかなってこうやって合わせてみた時にだんだん分かるようになるので、ぜひやってみてください。はい、はい、こんな感じ。あら、デニムを今ちょっと履いています。猫でスニーカーを履くか、ブラウン系のタイツをゲットして、で、ショートブーツで着ようかなと思います。ちょっとイヤリングしようと思ったんですけど、結構ここはモコモコしてて、しつこいかなと思って。バッグはこういう茶系のものでいいと思います。はい。普通の T シャツでございます。これちょっと入れるとまずあのこじゃれた感じっていうのは出るわけなんですけど、上級者がねちょっとずらしてこのようにされておりましたよ普段やってない人はね、どうしたみたいな、後ろベロベロに出てるよって言われちゃうと思うんですけれども、まあ、堂々とするっていうのがポイントです。まあ、色味的にね白いいと思います。茶色のバッグだとね、これとこれがもうちょっと合わないなっていうね。 T シャツも例えばここをこうちょっと2回ぐらいこうやって折ってカジュアルすぎない雰囲気をね出すっていうのもいいかなと思いますし、アクセサリーをつけるだけでねちょっと雰囲気が変わるので、ぜひねやってみてください。次、はい、こんな感じです。同じくカーブデニム合わせてるんですけど、このぐらい白いとねやっぱりこの濃紺のデニムにすごく綺麗にお互いがね入るなと思って非常に気に入っております。やっぱりねリンダさんの本でデザインがいいのでアクセサリーいらないなっていう感じですね。本当にシルエットが綺麗でシンプルなんですけどね。ブレスレットもね今も何も持ってなくて、これセリアこれデザインは素敵なんですけど、私が着ると似合わないっていうか、もうなんていうのこう貧相な感じがしてしまいますね。でそういうことないですか。なんかお洋服は素敵なんだけど自分が着るとぼやっとするみたいな。でもなんかねこう色なんですよね、やっぱりぼやっとしちゃうので、なんとか対策していきたいと思います。でまずはクール系のメイクに変えてあるっていうことと、だから口紅もあのぼやっとしてるわけだから口紅の色はねクール系で、これに合わせて、まあ、これ冬の色なんですけどね、あの結構はっきりとさせます。アクセサリーをつけてみました。あのシルバー系ですね。シルバー私これしか持ってなくて、今短いタイプのもクールカラー系のものがこのシルバーのこれしか持ってないのでごめんなさい。こんな感じで、シルバーシルバーシルバーにしてしまいました。これだけでねだいぶさっきのぼやーっとした感はだいぶちょっと脱出できたんじゃないかなっていうふうに思います。いいですか。
はい、着てみました。私ね、夏色のこうくすみ系のトップス1枚しかなかった。まあわかるよね、おばあちゃんくすみ系着たらさ、ますますばあちゃんっぽくなっちゃうもんね。そう、なんか本当にコートワンピみたいな感じですね。で、はい、下にワイドパンツを履いてみました。くすみ系のね、もうちょっと太いバングルがあるといいかなと思いました。ぜひシルバーで薄いので、ちょうどね、季節の変わり目にいいと思います。いい子だね。ちょっと奥さん、めっちゃ可愛いわこれ。やっぱりね、ここのワークが細かいですね。すごく綺麗ですね。あの、似たようなデザインのものいっぱい出てますけれども、あの、さすがにとっても可愛らしいです。どこに着ていけばいいんでしょうか。まあやっぱこれリゾートだな、これな。まあとりあえずもう夏終わっちゃったんで、でもセールじゃなかったんだよね。だからまあ人気あったんじゃないですか。かま自信があるっていうかね。ここにベルトをするっていう着方ももちろんあるんですけど、いい感じになるようなベルトが今私持ってないので、ちょっとあのカーディガンを羽織ったりちょっとしてみたいと思います。はい、カーディガンを着てみました。気温的にはこれでちょうどいい感じなんですけど、もう夏は終わったので、ちょっとやっぱり白だとね、夏感が出ちゃいますよね。やっぱりもう来年までお預けかな。はい、それでは今日の動画はここまでとなります。いつも見てくださりありがとうございます。何か参考になるようなことがありましたら、いいねボタン、高評価をいただけるととっても嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。